人でどこに行っとんですか。もう見たら誰もいないと思った。はい、マイク、今日の今の心境をどうぞおしゃべりくださいませ。今の心境、はい、話以外の何者でもない。ない。週末にはレースやから、うん、張り切ってもう多分これやなっていう原因が分かったので、ええ、チェックしに行って全開にして5秒でしたね。うんうん、パーンパーンパーン、めっちゃ速いやん、バーン、バババ最悪よ、ね、ああ、まあ下手したらエンジンダメなんで。久しぶりにあのドライブ1号赤車機が動きましたね。え、黒田一応、はい、黒田くん快適やね。黒田くん、黒田ベタまで落ちるから楽ちんやね、積み込みもね。めっちゃ楽やで。うん、最高よ。ってことでよ、ということで困ったな。困った、困ったな。ピンチですね。ピンチよ。なんか毎回このパターンやの。うん、このパターン。さてさて、だいぶ嫌になってきましたよ、はい、嫌になりましたけど、はい、ね、これをやり続けないとですね。そうですね、皆様にフィードバックできないんで、うん、はい、やることが犠牲になるしかないんです、はい、やることは やらないとね、はい、言えないからね、お客さんにね、はい、ここがこうですよっていうのがね。そうですね、困ったもんですよ、はい、これが、うん、これがね、うんうん、都会だったらね、ええ、かっこよく言えば、うん、ワンガンミッドナイト的な感じですよ、これ、ええ、ね、買い取り屋さんが、うん、自分の車乗ってテスト行って、そうです、はい、壊れて、はい、持って帰って、うん、またエンジン組み直すみたいなパターンです、はい、ここ田舎の離島なんで、うん、ね、そんなミッドナイトっていう時間でもないですからね。ないですね、はい、はい、なんで昼下がりの離島ぐらいですからね。そうですね、はい、ということで、まあ、復活するか否か乞うご期待ということで、はい、はい、よろしくお願いします。とりあえず下ろしましょう。はい、はい、僕寂しいんでもうこれ以上喋らせないでください、はい、それどころじゃないんで、はい、また、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。雨が降ってる日はカエルの何してるんですか、カエルさん。そうですね、はい、雨が降るとカエルがやってきます ね、 そうですね、広島からカエルがやってきます、はい、広島から GT3RS ワイスさんですね、はい、今日は何してるんですか。今日は、点検ですね。今日点検なんですね、魔改造じゃないですか、ね、はい、魔改造です、今日点検です、はい、はい、なんかね、国家はね、うんうん、石が噛んでぐるり傷が入っておるんで、カエルさんの、はい、こんな大事なところに傷なんて、ね、傷が入ってるんで、はい、他のも点検してるところですね、うんうん、はい、ちょっと音がするっていうことでね、うん、気になるからっていうことで、うん、全部点検して外して、はい、していただいております。はい、はい、そんな感じです。わかりました。特に改造とかは今日はしません、はい、しないですか。点検は楽しみですね、したいところですけど、はい、まずはねちょっと不具合っていうかね、うん、気になるところっていうのを、はい、チェックしてからいきたいと思います。はい、すみません、よろしくお願いいたします。お願いします。なんぞな、うん、なんぞな、なんぞなってなんぞな、なんぞな、なんぞな、はい、何言うとんぞなと、はい、ことで、ええ、先日自身にて自社劣化した M2 さん、はい、まあ、原因は秒殺で分かったんですけどね、うん、まあとあるBMW の純正パーツがあまりにもボロいということがこれで明確になりました。一生されましたね、はい、高速道路乗って3速、4速、5速、6000、7000、ボーン、で即座にニュートラルに入れて、その惰性のままピューッと僕はサービスエリアまでなんとか入り込んで、はい、サービスエリア付近で良かったですね、まあ、あの区間はあれなんで分かってるんで、はい、どこですよ、はい、ちゃんともう、ね、何もないところでしたら大変なこと、はい、ちゃんと分かってるんで、この区間でこの時間なら踏んでも大丈夫っていうね、うん、もうやっぱり頭に入ってるんで、うん、計算ずくですよ何かあっても大丈夫っていう、はい、何かあっても大丈夫っていう計算ずくですよ、はい、あの壊れることが前提ではないですけどね、うんうん、はい、なのでわずかね、うん、
6秒も持ってないぐらいよね。5秒か6秒よね、うん、早いです。それも新品ですよ、新車ですぐ外して交換してたパーツなんで、はいはい、それは何かというと、僕ね、うん、ちょっとそのパーツが、うん、うちのパーツね、うん、気になってて、うん、ちょっと改造しようと思って、うん、まあワンレースぐらい持つでしょと思って、ノーマル組んでました、うん、ワンレースどころか、うん、どころか、どころか、どころか、まあ6秒しか持たんかったと、はい、はい、それは何かというとですね、こいつです、こやつですね、この黒いもう散々今までね、うん、まあ、割れて交換とか、うん、まあ、予防対策で散々やってきたんですけど、6秒とかひどない？6秒はひどいですね。これさらよ、これ、はい、新車ですぐ下ろしたからね、うん、外してすぐ、うん、あのインタークーラーとね、チャーパイ作ってあれしたからね、うんうん、近くで見ましょうか、これ、これこんな感じですよ。ここだけじゃないね、ここだけじゃないよ、この横もピーって言ってますね、横行っとる？あ、ここも割れとるな、うん、ここ一番ひどくないですか、この辺。これは違うよ、これは作る時の ね、うん、あれですよ、はいはい、まあポンコツやね、うん、ポンコツです、ほんとクソボラやねこんなクソボラのまあまあするけんね、これ。そうですね、地味に高いですね、うん、ということで原因はこれです、はい、はい、です、はいはい、で、今 G スパークのニューバージョンに今交換してます、はい、さすがですね、スーパー平家、うん、僕が気になってたところを直してますね、はい、やりますな、やりますか、うん、ハイパー平家に変えるかハイパー平家、HHおうまいこと言うな、HH H2 にするか、 H2 にしましょうか、うん、H2 にしよう、そのうち H2O になるんじゃないですか、水になるんですね、はい何かあっても水に流しましょう、はい、H2O さ、なるほど、素晴らしいと思います、はい、これで多分、うん、まあまあ完璧になると思ってます、僕ははずです、多分大丈夫です、はい、はい、それはもう週末のレースで、うんうん、そうですね、一緒できると思います、はい、晴れればですけど、言っときます、予報はスーパー雨ですね、 100% でございます、はい、危ないね、危ない、 100% 俺も消えるかもしれないってことだよ ね、 そうですね、そのまんまね、はい、全てがレッカーで帰ってきてください、全て闇に葬られてしまうね、はい、ということで、うん、はい、まあその辺も含めて楽しみにしておいてください、はい、なんか言うてくれる、その言わんよ、ひっそり来てなんかカメラ向けて言わんよ、うん、俺も喋らんよ、喋れ、大学院の奥地はミヒケンジです、奥地はミヒケンジということで、うん、F10M5 さん、はい、DCT のオイル交換ですね、はい、はい、はい、言葉を発してください、汚れてます、はい、まあまあ真っ黒で、うん、6万キロぐらいやったかな、はい、で、まあ、フィルターとオイルパンとサイドフィルターの交換はしたことないと、うん、でフルードだけは1回変えてるらしいんですけど、うんうん、オイル交換も大事ですけれども、やっぱりこのフィルターですね、うん、まあ、これとこれ、ここにあるんですけど、うん、これが一番、これを交換するのが一番大事です、うん、ちなみに年々値上がりしているので、うん、この純正部品たちだけで10万円ぐらいします、うん、わお、なのでまあまあするんですよ、高い理由はそこにあります、仕方ないです、はい、はい、ということで、ということで、どうですか、まあ汚れ方も M5 らしいですね、うん、はい、M5 M6 はね、この S63 エンジンというのは純正でもかなりハイパフォーマンスなエンジンなんで、うん、そもそもノーマルの時点で割と DCT 限界くんです、おなので、うん、例えば5万キロとかで何も交換したことないようだっていうようなフルードなんかもう本当に真っ黒で、
ワオとなりますけど、まだ1回変えてるからね、まだ中は綺麗に保ててるかなという感じで、はい、で珍しく程度がいいんでしょうね、交換力ないのに漏れがないっていうね、素晴らしい素晴らしいと思う、当たりだと思いますよ、はい、だいたいくちゃくちゃなってますからね、ということで、はい、まあ、ここら全てね交換して、モティーズの調子のいい DCT フルードをブレンドしてぶち込んで、はい、あとはですね、まあ、クラッチの調整、そしてキャリブレーション、メカトロのクリーニング、なんていうのも一緒にやっていきます、まあ、それもね、全て、作業工程の中に全部含まれてるんで、まあ、そういうふうに紐解いていけば、皆さんそれぐらいの価格がかかるのもお納得いただけるのではないかと思います、はい、よろしくします、はい、いいものいいものにはいいものを、はい、ということでメンテナンスは大事でしたよということで、はいはい、バンバンオイルは交換しましょう、はい、なんでこんな寒くなったん急に、まあ、抜くよ、昼間めっちゃ抜くかったやん、ええ、ね、一瞬俺トラック洗おうかな一瞬トラック洗おうかなって裏でこう覗いてみたけどやっぱりやめとこうと思ったけどね、止まらんということで、GT4 入れてます、今こちらのお客様に、うちの台車の 90M3 をお貸ししてるんですけど、クレームが入りまして、わしのと DCT ちゃうやんけ、まっすぐも早いやんけ、なんでや、カクカクシカジカ、そういうことです、はい、やっとけや、って言われたんでやってます、かしこまりかしこまりかしこまり、はい、じゃということはついでに、DME も早い仕様にした方がいいんですかね、かしこまりかしこまりやっぱりかしこまりかしこまり、はい、そうですか、まあそうですね、はい、ちょっとしたことなんですけどね、全然違うんで楽しくなるんですよね、そうそうです、ちょっとしたことは大したことですか、僕もちょっとしたことなんですけど、緑の上に緑を置くと、いいなと思ってます、緑の質が違いますね、緑の質が違いますね違いますね、違いますね、残念ながら俺の偽物やからね、はい、そうですそうですそうです、違いますよ、僕のは川崎グリーン、はい、うん、はい、バイクの方ですね、バイクの方です、はい、全然川崎のバイク好きじゃないですけど、はい、僕ホンダ党なんで、はいそれはまあええですわ、ええですか、そうですか、はい、ということで、はい、寒いんで帰りましょう、そうしましょう、はい、はい、ということでですね、ついでに、マフラーを変えておけということ、ご指示ですね、んご指示があったんです、ご指示がありました、はい、はい、変えました、どうやらうちの台車がいかんらしいです、あの子が悪いんですか、でもノーマルやもんね、うん、ノーマルです、はい、DME と GT4 プログラムと、マフラーしかついてないですよね、あれ、そうですねということで、92M3 の下側を覗いてみました、はい、いつもの絵面ですねということで、マフラーもしてますね、わからないです、ん、わからないです、わからないですね、まあこれでもいいじゃないでしょうかはい、ロックな感じでしょうかはい、ということで、はい、まあ、純正のこのくっそ重たいやつ、まあ、皆さん知ってると思いますけど、はい、死ぬほど重たいです、30キロ以上ありますね、はいはい、それが、はい、それが肩こりにも効く軽い軽いチタンの、はい、うちのオリジナルマフラーですね、はい、はい、まあ、こちら変えていきますよというところで、大体はそのセンターを変えることでめっちゃいい音になるんで、センターから入る人が多いんですけれども、今回後ろから行きます、まあでもこれでね、十分ここの一番後ろに重たいものがいるんで、まあここの軽量化っていうのがね、このマフラー交換することによって得られますので、かなりまあ走りの乗り味も変わってくると思うので、ここを軽量してから足をリセッティングしろという指示なので、はい、それでバッチリやっておきますんで、はい、完成までもうしばしお待ちください、はい、良きですね、できました、良きですね、もう暖気も終わって排気漏れチェックも終わったところでございます、はい、バルブが開いた状態でアイドリングはこれぐらいの音ですね、
開いてますね、両方出てるんで、まあこういう感じですね。まあそんなにレイアウトは変わりませんけど、ここから芝居てもらうと真っ青になります。じゃあちょっと音棒ね取ってきますか。ちょっと下ろしますよ。このまま蒸気でふかしちゃう、わーっつって沼の顔に感謝する。種本は離れたところから見ときましょう。え、離れたところ、そこから、そこから、いや、良いですか。ちょっと待ってくださいよ、こっちにします。真っ白ですね。真っ白です。本日真っ白でございます。いい音しますね、高い音がして。プシュー言いました。閉まりましたね。閉まってます。さあ静かですね。静かですね。煙が出てるのでよく分かりやすかったです。はい、閉めてると、はい、後ろが静かになるんで、うん、今度は8スロの吸気音がシュゴ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 見るわけですよ、これはこれで楽しいです、っていうことです。閉めてると煙はまっすぐ出ることが分かりました。閉めたら、そう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 、開けると両方から出るんだけど、閉めると片っぽが、サイレンサーに閉めて、閉めるとモクモクになってました。開けるとモクモクになって、開けるとモクモクになります、開けるボタンこれか、はい、はい、開けると両方から出る、開けるともう一回おさらいしますか。はい、いいですね。煙が、煙は今日雨降ってる、マンダムみたいな感じで、マンダムやった、サウンドと奏ってましたね。マンダムの使い方がちょっと違うかも。違うんですか。はい、あれ意味なく言うんですそう、全く関係ない時にマンダムっていう最後ね。あ、そうなんですね、もう見飽き的使い方を、何か言葉に困るとマンダムっていう、なるほど、はい、なんかボケることないなっていう時にマンダムを使います。なるほど、はいどんな使い方してもらってもいいですけどねいや、いいですね、いいですね、楽しくなりますね、これまたね、はい、はい、ということで楽しい休眠結びのことならぜひぜひドライブでお任せください。ただいま急に M3 のフロントガラスが外されて、新しいフロントガラスを装着する5秒前です。5秒です。珍しいです、今日はガラス屋さんが働いてます。あの状態だったらね、軽量化になっていいと思うんですけど、多分目痛いですよ。目痛い、ゴーグルしたらいい、飛び石来る、目には当たる、いや、ゴーグルしたらいい。ゴーグルしますか。ゴーグルすればいいし、紅の豚みたいな、紅の豚、車バージョンみたいな、はい、そう、オープリーのゴーグルでもしといたらいいよ、はい、ってことで、ってことぐらいか今日は、急にね、こぞこぞ急にやってますね、はいはい、ということで、ガラスに傷がついたらぜひドライブにお任せください、はいはい、よろしくお願いします、はい、なんでそんな嫌そうな顔するんですか。あんまり近寄られん。なんで。毛穴が目立つけん。あ、そうか、はい、離れとくわめっちゃ離れとくわ。スリムに見える見える。最近高性能ですからね。え、高性能なんでね。何が高性能なんですか。あの最近のね、携帯とかって高性能。これ古いから iPhone12 やし。あ、まだ大丈夫ですか、はい、まだ大丈夫、はい、ってことでガラスが綺麗になりましたね、はい、今乾かしてる最中なん で、乾かして後でゴゾゴゾなんかやったら、
完成です、はい、ちゃんとこれ純正の今のステッカーが貼られたままで放置されてきました、ね、そうですね、はい、ガラス屋さん突然現れて、うん、なかなか来んけど帰るのは早いんでね、あの人、はい、パッと来てパッと帰りますからね、はいはい、なかなか来ないのね、うん、でも仕事は早い、今日電話しよう思ったらかかってきたよね、はい、昨日の夜のこと言ってたんですよね、もうええ加減来いやの男まあまあまあパーツがね入荷するのもちょっと遅かったんで、うん、まああれですけどね、はい、しょうがないですけど、やっぱ春なんで若者はいいな CBX 少年たちは CBX いいな、はい、ビートのテールがついてましたよ、はい、それはどうでもいいですね、それは大事やね、はい、ビートのフルセットついてるかどうか、はい、ね、大事ですか、サイドカバーとかね、これ全部こう、はい、チェックするなんかよね、そうですね、はい、ということで綺麗になりました、はいはい、これでまあちょっと乾かさないといけないんで乾燥してから最終、うん、あれですね、はい、足のセットアップして完成かな、いいですね、うん、良きです良きです、どうでしょう、これはあれですね、また走行距離がガンガン増えるんじゃないですかね、うん、ダメじゃないですか、増やされると僕が買えなくなるんで、はいはい、ちょっとあれですね、楽しくなって乗りたくなると思うんですけど、はい、走行距離は伸ばさないようにお願いします、ね、置いとってもらった方がいいですよね、はい、そうです、はい、ということで、はい、はい、こんな感じの今週のドライブでございました、はい、ということで相変わらず今日もこいつらアホやなとか面白かったねと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、それではまたの V でお会いしましょう、バイバイ、あ、そう